日本にはNHK とか朝日新聞のようにですね、放送報道をするところがあるというふうに、まあ、考えられてきまして、長い間 NHK には国民がみんな受信料っていうのを払って、朝日新聞なんかも4000円ぐらい払って購読をしてきたと。しかし変なもんでですね、私たちはこのここ100年とも言っていいと思うんです、100年間日本の報道機関から流れる誤報でですね、何が正しいかという間違った正しさを学んできたっていう、それに気がつかないっていうのが面白いですね。気がつかない原理はあるんですね。それは、自分の頭の中に入ってきたことが正しいかどうかではなくて、自分の頭に入ってきたことを正しいと思うと、正しい話を受け入れるんじゃなくて、聞いた話を正しいと思うっていう、そういう、まあ、人間の大脳の欠陥があるわけですね。まあこの欠陥が、まあ、最大のいろいろ問題なんですが、まあ、人間のそういう欠陥をついてですね、儲けようという人たちが現れたわけですね。まあ、現在マスメディアの平均的な給与が1800万と言われておりますが、まあ、ほぼ2000万円ですね、給料というか年俸がですね、まあ、飛び抜けて、他の職業よりか、高いんですけど、それはまあ詐欺師が、収入が多いようなもんですから、やっぱり詐欺をすると、オレオレ詐欺でも何でもそうですけど、詐欺をすればやっぱり収入ってのは増えるんでしょうね。まず第一に石油枯渇です。石油枯渇ってのは皆さんご存知の通り、まあ、1970年代の初頭に、まあ、急激に言われてきたことで、まあ、それまで、まあ、石油というのはもうすごく膨大にあると思ってたんですが、突如として石油が枯渇するよというニュースが流れて、まあ、NHK 朝日新聞必死になってこれを流したわけですね。石油がなくなるというんですから、みんなが NHK を見たり朝日新聞を買って読んだりしたわけですよ。つまり価値があると思ったんですね。石油がなくなるということは自分たちが知らなきゃあんない重要なニュースだと思ってたんですよ。そのニュースソースはね、2つあったんですね。1つはキャンベルっていう人の、石油会社の人が書いたレポート、2つが国連に依頼されて、マサチューセッツ工科大学の、まあ本当はポンコツ教授とも呼んでいいんでしょうね、メドウスっていう、学者がですね、なぜこの人がポンコツだかってことはもう今歴史的には分かってるんですよ。当時はメドウスっていうとですね、マサチューセッツ工科大学ですから、まあアメリカでも超一流の大学ですし、まあ、そこの教授ですからね、誰もがポンコツと思わなかったんですよ。だけど今から考えると、まあドイツのヘーゲルが昔言ったように、ミネルバのフクロウは夕暮れに飛翔する、つまり未来予測っていうのは学問はできないんだっていうことは、まあ多分そのメドウスはね、ちょっと変人な学者で、コンピューターしかできない学者ですから知らなかったんでしょうね。ドイツ哲学が勉強してなかったと、まあ、いうふうに思われるんですけど、まあポンコツだったわけですよ。この主に2人の書いたものを参考に、これは儲かると思ったわけですね。まあ、オレオレ詐欺みたいなもんですよ。本当にオレオレ詐欺ですね。相手が無知だと思うとオレオレ詐欺やるってやつ。でこの手法があるんです。ここに誤報の流し方っていうのがあるんですけど、手法がありましてね、まず予測だけしか示さないってことなんです。まあ、NHK で言いますと、まあ、1972年頃に朝のニュースを中心としてガンガン特集もやりましたけどね、まあ、クローズアップ現代なんていうのはもう予測の嘘ばかりやってたんですけども、あと30年とか40年経ったら石油が枯渇すると。そしたらもう30年から40年で石油が枯渇するったら、もうその影響はすぐ出てきますからね。それでもう主婦はまず、トイレに行ったらトイレットペーパーがいるっていうんで、トイレットペーパーを漁ったと。こういうことが起こって、もちろんその他にものすごく大きな影響があって、それでもう今から1970年頃ですからね、まあ国連で発表されたのもちょっと前ですけど、もうすでに50年経ってるんです。50年で2010年にですね、 NHK は朝のニュースでもう一回言いました。石油はあと40年ですって、もう一回言いましたね。朝のニュースですよ。
なんか解説番組とかそういうところに出てくる専門家が言ったんじゃなくて朝のニュースですね。その時に結果が違っていたことは言わなかったんですよ。まあ、これを僕は重要視してるんですね。1972年に我々はあと30年か40年で石油がなくなると繰り返し報道して誤報を流したので皆さんにご迷惑をおかけしましたと。実はその30年40年したのは実は80年以上あるので現在時点で言えばあと40年ですと。もうそれからもうかなりちょっと経ってるんでもっと今だったらもう一回修正するんですよね。しかしそれでもまだ予測だけを言うっていうのがこれが誤報の流し方なんですよ。1970年ぐらいに石油あと30年から40年って言ってですよ、それからそれから40年経った2010年にまたもう一回実際はどうだったかっていう結果は言わないんですね。これがまあ誤報を流す、これをあの私のブログを聞いてる詐欺師の方はねこれを学ぶといいですよ。それから詐欺師から身を守ろうと思ってる人はあそういうことかと、詐欺師っていうのは予想しか言わないのかと。まあ例えば株の人で結構詐欺師みたいな人いるんですけど、そういう人はね常に株は上がる、株は上がると言います。常に株が下がるということはほとんどありません。っていうのは株が上がると言えばみんなが買うから、それでちょっと前に株が上がるって上がらなかったっていう結果は言わないんですね。これは絶対言わない。そうするとどういうことになるかっていうと、人間の頭に残るのはですね結果が間違ってたっていう方が残らないんですよ。実は残らないんです。頭に残るのは皆さんも今でも頭に残ってると思う、石油がなくなりそうだっていうことだけ頭に残るんですよ。だから恨まないんです。つまりなんで NHK とか朝日新聞を日本人が恨まないかっていうと、自分も今では同じことの頭の中にあるんですね。ですからこの誤報の流し方っていうのは方法があるんですよ。予測だけしか示さない。そうすると予測だけを繰り返し繰り返し示せばどんな嘘でも聞いてる方が同じ考えになっちゃうんで、誤報の方が納得性があるっていうことになるんですね。私がいつもあの講演会なんかで言うように、昔地球が丸いと起こっちゃうんで、宇宙に起こっちゃうんで平らだと思ってた。すると毎朝太陽が東から昇って西に沈む。地球が平らなんだから太陽は西に沈んだら西にいるはずなのに、不思議なことに次の日に東から昇る。これは地球が丸ければ構わないし、太陽と地球の関係を正しく今みたいに理解してればいいんですが、昔はですね地球が宇宙の中心にあって、かつ地球は平らであると思っていたわけですね。思っていたんです。人間は自分の思ってたことが正しいと思ってるんですね。したがって太陽が毎朝東から上がる理由を一生懸命探して、結果として西に沈んだ太陽はそこで西の土に帰り、次の日の朝太陽は東の土からできて、それが回ってるんだとこう理解して納得したんですね。つまりこれを納得した、間違ったことを納得するんですよ。人間は間違ったことを納得する。なぜかっていうと、それまでに自分の頭の中に入っていたことを正しいと思うっていう、まあ大脳の欠陥があるんですよ。我々の大脳の欠陥があるんですね。それでそうなっちゃうわけですね。だから頭に残る間違ったことが、誤報を流す方からしたらどうせ大丈夫だよと。誤報を流しとけば、誤報を聞いた人は誤報の方が正しいというふうに思うので、逆に今度は誤報を訂正しようと思った人を、恨むんですよ。誤報を流した方を恨むんじゃないんですね。これが面白いですね。だからその私が例えばですよ、石油はそんなに簡単には枯渇しませんよと僕は言うでしょ。そうすると NHK の誤報を聞いてますからね。自分の頭の中が NHK と同じになってるので、 NHK と違う話はそっちを恨むんですよ。面白いですね。私はまあそれをまあ学問をやってますからね。だけどこれに尾ひれがついてきて、だん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 、武田先生そんなこと言わなかったら私がお金を研究費をつけますから、国あの NHK の言ってる通り言った方がいいですよっていう親切な高級官僚の人もいましたね。
いや、その人には別に恨みもないし感謝してますよ。だけどその世の中が何で動いてるか、つまり誤報を流せば大丈夫だっていう確信が現在の政治家にもあるんですね。石油が枯渇するってことはやがて枯渇しますが、まあ1000年以上持ちますから、まあ、普通に計算すると4000年とかそういうふうになるんですけど、まあ安全率もありますからね、1000年ぐらいと考えてもいいんですが、まあ、もう自動車もガソリンで走らないかもしれないという時代ですしね、それから宇宙からエネルギーを取り入れるということも現実的にだんだんなってきますし、それから 5G をはじめとした IT 社会では少なくともエネルギーの使用効率がものすごく上がってきますんで、まあ、そういう意味では完全な誤報なんですね。しかし、まあ、ここに示したように誤報を定着させるためには人間の頭の血管を利用して、予測だけしか示せない、それを示し続けるっていう、そういう技法があるということですね。